とりあえず一通り重機の仕事は多分できるとは思うんです。免許はあるんで。かっこいいなって思いますね。まだ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 やっぱり全然。まあ僕の場合兄ちゃんがたまたまリングやっとって、友達がリングやっとって、チャレンジ的な感じでして、もうダメだったら合わんと思ったらちょっとこれはあれしようと思ってぬるい感じで始めたら、まあ、自分のスタイルライフスタイルに合ったっていうか、そんな感じですね。5時終わって電気つけてやるぞってできない仕事なんで、物理的に無理なんで、やっぱりもう帰るしか選択がないんで、逆に考えれば自由な、5時には絶対に予定を立てれるっていう感じで、夜ゲーム、好きなゲームもできるし、まあ、神楽の練習に行ったりとか、やっぱその家庭も大事やし、家族ももちろん大事だし、友達も大事だし、みんなに合わせるためにはやっぱり自由な時間っていうのは絶対に必要なんで、自由時間っていうのを大事にした時にはここはマッチしとんだかなと思いますね。リング休みを生きて最高って感じです。若い人たちはやっぱり生活第一で、仕事以外の持ってる時間もみんなやっぱり大事しますんでね、やっぱりいろんないい経験とか体験とか、そういったものを望む若い人たちって多いですよね。組合として順調に利益が上がれば、できるだけ若い人を含めて従業員、職員さん、それから現場の作業員さん、できるだけ還元をするいうことを主に念頭に置いてますね。見た目怖いなって思ったんですけど、やっぱ一緒にやっていくうちにはそんなんもなく、どんなとか気にかけてくれるし、仕事大変だったでしょみたいな気を使って やらせてもらってるなと思って、僕もそれやっぱ尊敬するなって、そういう先輩になりたいなって思います。その先輩がもっといっぱいいろんなことできるように、重機使って助けれるようにってのが僕の目標ですね。魚をあげたり魚をもらったりとか、田野さんなんですけど、田野さんの家でバーベキューさせてもらったりとか、休日でもたまに集まってくれますね。休日に山を見たくないですからね。海に来たネガティブキャンペーン。あ、そうですね。だって釣りに行くんですよね。いろいろ切り終えたり、一現場が終わった、まあ、通った時とかに家族であったりとか兄弟の子供とかがおるんで、それだからここ俺入ったんでっつって言って、こんなとこは見せつけてここ切ってんでっつって言って、どっちかっていうと終わった後のその自慢ですよね。見せびらかしたいがりなんで。僕の達成感かなって思いますね。やったったなって感じで、どんどんそれが増えていくわけですからね。ここはこう、ここはここっつって、身一つで。自分が怪我せんようにだけ、あとはどうとでもなるかなと思います。歩いて勝手に痩せるし、好きなものいっぱい食べれるし、ちょっと迷っとるんだったら、まあ、やってみてほうがいいと思います。一回はチャレンジしてみてほしいですね。